望んでも虚しくなるだけなのにね。会いたい。いつものクラビカスの悪ふざけだよ。セバスチャン・ロートというウィザードに半身信者の娘がいたんだが、その娘がウェアウルフになるのを見てセバスチャンは正気を失っちまった。愛する娘が獣へと姿を変えたのが見るに耐えなかったんだ。あのウィザードは娘の呪いを断つ力を求め、そしてクラビカスが恩を与えたってわけだ。どんなに幸せだろう。いつものクラビカスの悪ふざけだよ。セバスチャン・ロートというウィザードに半身信者の娘がいたんだが、優しくされるとまた苦しくなる。また期待してる。そんなこと繰り返す。私が密漁したって誰も損しませんよ。市長一人で全部の鹿を食べられるよ。
怖いもの見たさってやつか。いきなり襲ってこなかっただけでも感謝すべきなのかもな。感染者なんだ。ペライトのご加護がなかったら1年前にとっくに死んでただろうな。ハイロックに戻る。羊飼いが道に迷ったんだ。ペライトの怒りを買ったら彼と残っていたものが危ない。詳しくはケッシュから聞いてくれ。すぐにでもスカイリムを立たなければならない。ああ。ん？もう話している時間はない。興味があればケッシュに聞いてくれ。良い死に方を待っているんだ。良い死に方をさせてくれないなら去ってくれ。そうだ、ただ静かに横になって死ぬ時を待っていてはマラキャスは喜ばないだろう。もう行く時が来た。族長になるには年を取りすぎた。この年で嫁を迎えるのは間違いだろう。だから死ぬんだ。マラキャスは華々しい死の予言を与えてくれた。その時が来るまでここで待つつもりだ。で、この塔、まだ最後の時は来ていない。いかにも自分のことをまともだと言えるうちに死ぬべきだ。我々多くの男はノルドやインペリアルとは違う。彼らは老いて体も弱り、髪の毛が抜け落ちるまで生き続けるがな。過去の栄光にすがりつくなど愚かしいことだ。自分が老いたらどうする。立ち去ってくれないか。せっかくの良い死に方を台無しにされそうだ。それもよかろう。本気か。どうなるかな。俺の獲物だ。やってみろ。本当の戦いというものを教えてやる。